7月11日、最新セリーグ順位表。終盤巻き上げる強打の一撃。タッツ、お前、変わったな。強打、お前、変わらんかったな。バトルフェイス強打おい。戦う顔してるぜ。DeNA、3対2で中日に勝利。中日に強打がサヨナラヒットは草。強打ヒロイン、いいとこに落ちてくれた。日頃の行いが良かったのかな、笑い。巻き殻いでる打つとはな。オースティンが4球選んで出たのが大きいわね。スターナイト10連勝。横浜、ホームも強くなってきてるやん。中日戦マジでストレスなく見れるわ。これマジ？お前、記録止めたな。中日、広島3立て、横浜3連敗。広島ファンブチ切れてそう。今世の原因。ライマルも崩されるなら中2ドラに何が残るんや。セリーグは優勝争い派手で面白い。ヤクルトに続いて中日も脱落やね。なんとなくこれで横浜が勢いつけたと思いきや巨人相手に勝ち切れずとかありそうなんだよな。近年の DeNA はここまでは勝てるんだよな。だけど優勝争いが見えてくると途端に失速してしまう。だから後半戦で首位に立ったことが一度もない。巨人と首位攻防やるんだ。